所は？このアーマー！じゃわー！急に飛び出すなよ。ま、私をかばってってのは偉いぜ。ご褒美、一個だけくれてやろう。はい。じゃあな。体勢は消したわよ。総裁権まだ続ける？そこにひざまずいて仲間に入れてくださいと言え。すれば江ノ島の一員よ。手は出さない。なめるな！レンネ様！てめえ！やめろ。今のは許すわ。総裁権状況には慈悲の心で当たるのが私の主義なの。だが二度噛む打剣は殴って仕込む。あんたは賢い犬よね。お座り。伏せ。りょうさん、よろしい。記念すべき100人目、歓迎するわ。なめろ。量が落ちたか。これで総裁点の時代は終わり。いよいよレンナ様の時代だってのは。ええ、三大天の、ね。今年の湘南は荒れるっすよ。焼き鳥とジンジャーは？にゃーもう！せっかく仕事終わったのに！お姉さま舐めてんのかこれ！ん？焼き鳥の匂い。自分は食べたわけ。どういうつもりだってめえ！
お、すっかり梅雨だな、ヒロボ。はい、おはよう。今日は雨が来そうだぜ。傘持ったかい、あんちゃん。おはようございます。おはようございます。昨日江ノ島と湘南ベイビーがやり合ったそうです。やっぱりか。やれやれ、なめやがって。しかもやばいですよ。大方の予想通り江ノ島が勝ちました。数的にはそうなるわな。湘南ベイビーは数に頼る集団じゃなかったし。とうとう江ノ島がこの東区に。この学園も狙われますね。大変だな。まあ、人ごとみたいに。わってるよ、面倒になるってのは。お前らにまでちょっかい出してくるようなら言え。全部私が潰して回るから。あ、はい。さすがアイさんだ。相反がおれば怖いもんなしや。来るなら来いというやつですね。とはいえ江ノ島、片瀬蓮馬か。面倒になりそうだ。ん、ああ、押す。不良たちの構想があったってマジ？俺の情報網によると、多分マジ。話してた矢先に怖いたね。喧嘩だよ喧嘩。ヤンキーどもが暴れてたの。何？巻き込まれたのか？辻堂も朝から機嫌が悪い。よからずたちに動きがあったのは確かのようだな。やっぱ怖えな不良って。話は好きだけど自分が入る気にはならんわ。自らよからずを名乗るような連中だ。近づかないに越したことはない。何見てんだ。こそこそ見てんじゃねえ、鬱陶しい。辻堂さん怖すぎ。ほんとほんとほんと、女の子のする目じゃないよあれ。
ハセ君、3階の会議ですけど。そうですか、よろしくお願いします。それで、女子も顔出した方がいいそうだから、今日は私も行きますね。なあ、はい、その3階の準備だけど、あの、辻堂さん、ひょっとして準備参加してくれます？は？興味があるようでしたらぜひ。いや、別に興味はねえって。ただまあ、くじは私だったから。そこまで言うなら。なになに？辻堂さん、準備会やるの？あ、辻堂さん、さりげに3回楽しみでしょう。この前図書館で郷土資料読んでたでしょ。見たよ見たよ見たよ。開会会について調べてたよね。ひょっとしたらと思ってたんだ。いや、そんな。見てたじゃん。それも30分くらい熱心に。意外、辻堂さんがね。あの、皆さん、楽しみじゃねえよ。え、でも図書館で。ああ、え、でもなんでもないです。ちっ、くじが当たったから気になっただけだ。あの、辻堂さん。しつこいぞ。びっくりした。急にどうしたんだ？やはりお近づきにはなりたくない人種か。帰るか。うん、ついに降り出したか。この感じ、夜に向けて土砂降りになるな。嵐の始まりか。